チャンネル GH ニュースへようこそ。私たちのチャンネルは、佐藤健と上白石萌音に関する最新ニュースで常に更新されています。井上真央と佐藤健は、プライベートでも一緒にいたいという願望があるようですが、佐藤はプライベートでも松本と仲良しなようです。井上真央の私的恋愛は、話題の100万回言えば、最終回よりもミステリアス？恋の行方はドラマ以上にミステリー、やきもきさせられているらしい。芸能ライターの吉崎守氏はこう話す。松本主演のどうする家康が放送されている間に何か動きがあるということはないでしょう。NHK は出演者のそういう話を嫌いますから。もしもサプライズがあるとしても、今年の年末ですか。100万回のファンの中には井上真央と佐藤健がプライベートでもなんて願望もあるみたいですけど、佐藤は私生活で松本と仲がいいようですし、果たして松山健一38はもちろんのこと、とりわけヒロインの結衣を演じた井上は可愛かった。感情表現の芝居はさすが、また近いうちにドラマ出てほしいなどと大絶賛されている。思えば井上さんと松山さんはいずれもかつて NHK 大河で主演して、低視聴率で叩かれた過去があるだけに、感慨深いですね。二人とも、今や、押しもされもせぬ演技派。100万回の人気は井上さんや松山さんの繊細な演技があったからこそで、井上さんは今後もオファーが途切れることはないでしょう。井上真央、36、主演の TBS 金曜ドラマ、100万回言えばよかった。冬ドラマでは、日本テレビ日曜ドラマ、ブラッシュアップライフ、と並んで、1、2を争う人気ドラマだっただけに、最後の時間の謎が残る展開には、賛否両論が飛び交っている。ご都合主義、かなちょっと残念な、感じ、なんて書き込みもあった。17日に、最終回を迎えた井上真央、36、主演の TBS 金曜ドラマ、100万回言えばよかった。冬ドラマでは、日本テレビ日曜ドラマ、ブラッシュアップライフ、と並んで、1、2を争う人気ドラマだっただけに、最後の時間の謎が残る展開には、賛否両論が飛び交っている。視聴者の思い入れというか期待が膨らみすぎた反動もあったのでしょうが、いずれに、せよ100万回の出演陣の評価がさらに高まったこと、だけは間違いありません。共演の佐藤健、33、や松山健一、38はもちろんのこと、とりわけヒロインの結衣を演じた井上は可愛かった。感情表現の芝居はさすが、また近いうちにドラマ出てほしいなどと大絶賛されている。思えば井上さんと松山さんはいずれもかつて NHK 大河で主演して、低視聴率で叩かれた過去があるだけに、感慨深いですね。二人とも今や押しもされもせぬ演技派。100万回の人気は井上さんや松山さんの繊細な演技があったからこそで、井上さんは今後もオファーが途切れることはないでしょう。ただ気になることが一つ、とスポーツ紙芸能担当デスクがこう続ける。井上の現実の恋の行方です。かつて結婚秒読みとまで言われた嵐の松本潤が、一昨年の暮れに中居正広の番組で、結婚はないっすね現状、とぶっち明けたことで、芸能記者の間で一気に破局説が広がった。さらに松本の NHK 大河主演が決まり、井上も100万回主演と二人とも大帽子。それでますます破局したという見方が強まったのですが、正直なところ、どこも確証をつかんでいるわけじゃありません。二人の関係は未だにブラックボックスの中、井上に新たな恋の噂でも浮上すれば決定的なんでしょうが、そういう話も耳にしませんし、井上に仕事のオファーが増えればますます。ただ気になることが一つ、とスポーツ紙芸能担当デスクがこう続ける。井上の現実の恋の行方です。かつて結婚秒読みとまで言われた嵐の松本潤が、一昨年の暮れに中居正広の番組で、結婚はないっすね現状、とぶっち明けたことで、芸能記者の間で一気に破局説が広がった。さらに松本の NHK 大河主演が決まり、井上も100万回主演と二人とも大帽子。
それでますます破局したという見方が強まったのですが、正直なところどこも確証をつかんでいるわけじゃありません。2人の関係は未だにブラックボックスの中、井の上に新たな恋の噂でも浮上すれば決定的なんでしょうが、そういう話も耳にしませんし、井上に仕事のオファーが増えればますます恋の行方はドラマ以上にミステリー、やきもきさせられているらしい。芸能ライターの吉崎守氏はこう話す。松本主演のどうする家康が放送されている間に何か動きがあるということはないでしょう。 NHK は出演者のそういう話を嫌いますから、もしもサプライズがあるとしても今年の年末ですか。100万回のファンの中には井上真央と佐藤健がプライベートでもなんて願望もあるみたいですけど、佐藤は私生活で松本と仲がいいようですし、果たして。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。